動画をご覧くださりありがとうございます。木村拓哉さんのマクドナルドの CM であることが注目されています。記事は週刊女性プライムより、放送当初よりキムタクのハンバーガーの持ち方が気になると話題になっているのです。親指と4本の指の間に挟んで掴む持ち方が一般的だと思いますが、彼はというと中指と薬指の間に挟むような独特な握り方で持っているのです。はい、これですね。なんて言うんでしょう、このまま変化球でも投げるのかなっていう独特の持ち方をしてますよね。この持ち方は SNS でキムタク持ちとも呼ばれ、写真を撮るためにマックに行くという現象も起きています。実際ツイッターでもキムタク持ちでビッグマックを食べてみる、キムタク持ちでてりたまを食べた、スパチキをキムタク持ち、キムタク世代なのでキムタク持ちを真似るにしても、木村の持ち方にはどんな意味があるのだろうか。都内のバーガー専門店店主に聞いてみると、木村さんは本場のバーガーを食べ慣れているのでしょう。大きなバーガーの場合、両手でキムタク持ちだったり、親指と小指を下に、指3本で上のバンズを挟んで食べるアメリカ人は多いですよ。かぶりついた時に崩れたり、パティや具材が飛び出るのを防げるんですね。でも現在は横よりも高さのあるバーガーが主流ですので、包み紙のまま食べることがほとんどだと思います。直に持って豪快に食べたい時に適した持ち方ではないでしょうか。それにしても木村さんがやるとかっこよく見えるから不思議ですよね。広告代理店関係者が言うには、木村さんは今回の CM 出演のためにこの持ち方を取り入れたわけではなく、少なくとも20歳の時にすでにキムタク持ちをしているというんですね。93年7月にリリースされた SMAP4 枚目のアルバム SMAP004 のジャケットには、それぞれのメンバーがスナックフードを頬張るショットが収められているそうですが、そこにはハンバーガーをキムタク持ちする若かりし頃のキムタクの姿があるということでね、ちょっとそれを見つけてみました。はい、こちらになりますね。バッチリキムタク持ちをしてますね。しかも両手でいってますんでね、キムタク持ちダブルという感じでしょうか。ちなみにマクドナルドとしてはキムタク持ちをどう見ているか、改めて広報の人に聞いてみると、ハンバーガーの持ち方につきまして、マクドナルドとしてはお客様の好きな持ち方で美味しくお好みのバーガーをお召し上がりいただければと思いますと回答しています。はい、というわけですけれどね、キムタクと言いますとアスナロ白書の時は後ろからギュッと抱きしめるアスナロ抱きというのが話題になりました。今度はキムタク持ちですからね、やはりやることなすこと話題になってしまうスターというところなんでしょうか。私もキムタクと同世代なので、今度マクドナルドに行ったらキムタク持ちに挑戦してみようと思います。はい、今回の話題、皆様どのようにお感じになりましたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選択するとベルが鳴っている状態になります。これで通知設定がオンになり、このチャンネルからの新着動画のお知らせなどが届くようになります。令和芸能チャンネル気に入っていただけましたら、登録と合わせてぜひベルのクリックまでよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。